はい、アラフィフ記号のコーナーで今回はうつ病ということでね、その1その2というふうな動画をいただきました。それをねまとめて私今回の動画返信させていただきます。どうですか皆さん、うつ病って皆さんご存知ですかね。うつ病っていうのは割と聞くようになってから私もね十数年経つんですよね。小学生とか中学生、いやいや高校生ぐらいの時までうつ病っていうそういうものすら私は知らなかったというか多分なかったんじゃないかなと思うんですよ。それがですね、私が初めて耳にしたのが就職氷河期時代ですかね。私も何を隠そう、ロスジェネと言われる世代で昭和47年生まれでですね、大学を出た時にもう本当にね就職先がもう全然ないみたいな状態だったみたいなんですよ。で私はよく分かんなかったんですよね。私はなんとなくスーパーマーケットの内定が早く決まったんで就職戦線から離脱したんですけども、まあでもね本当に成績がいい人ほど決まんなかったらしいです。変な言い方ですけども、成績がいい人って割と自分で行くところをしっかりと考えて決めてるんですよね。大手商社とかね、それから金融機関とかっていうの決めてるんですけども、そこが決まらなかったらしいんですよ。で言ってみれば私はバイト上がりでも行けるようなところに就職したんですよね。今は違いますよ。今は一部上場企業になりましたけどね、その会社は。私はバイト上がりでも社員として通用するようなね、それこそ中卒高卒がいっぱいいるようなスーパーマーケットに、地元のスーパーに早々と内定を出して、その頃ね大卒の内定っていうのは結構ねまだもてはやされていたんですよ。でも今は大卒オンリーなんで、はっきり言って大卒だとしてもいろいろと振り分けがあるんだろうと思いますけどね、もう上場企業になりましたんで、まあそこに入ってその時ですよね。精神的に追い詰められて出社できない方がいるとか、それから毎日のね激務に追われて、それとか家族関係とか恋人関係とか人間関係で疲れて、引きこもってしまったみたいなね。でフリーターアルバイトみたいな言葉とか派遣切りみたいな言葉がその後どんどん出てきて、であとはね経営者とか、あとは住宅ローンの自殺ですよね。これも増えましたね。バブルの崩壊から10年ぐらい経って2段階ローンの頃に一番多かったんじゃないですかね。4000万とか5000万で組んだローンのその返済ができなくなってきて、家を手放して、それでもなおかつローンは残るみたいな感じで、もう先が全然見えなくなっちゃってね、それでお亡くなりになっちゃった方とか、いたというふうに聞いてますし、私経営者になってからもう何人の人が死んだかなと思いますね。借金苦とかね、主にお金で死んでますよね。で私はね N 国党の立花隆さんとこの前お会いしていろいろお話聞かせていただいたこともあったんですけども、すごくね私こうだなと思ったのが、お金で死ぬことはないなと思ったんですよ。お金で死んじゃダメだよと。お金っていうのは人間が作り出した言ってみれば道具なんですよ。一道具にすぎません、だからお金っていうのは人間が意識しなければ存在しなくなるんですよ。でも命っていうのは神様が作ったもので人間作れないんですよね。でそうなってくるとお金と命どっちが大事かっていうと、やっぱ命なんですよ。生きてる限りは何でもいけるんですよ。喜怒哀楽、何を感じることもできるんですよ。でお金っていうのはなくても幸せを感じることができるし、なくても幸せが感じれるように自分のことをしていかないといけないですし、周りの人をそういうふうなね、言ってみれば洗脳をかけていかないといけないんですよ。でも正直お金やっぱ必要なところもありますんで、そこは0円でいいですよってことじゃないんですけどもね。でも今ね私極端な話言いますと、今私が打つ手がなくなったら生活保護直行だと思うんですよね。で私は経営者なんで、今だったら緊急小口融資とかね、いろいろと今の情勢に近いお金の選択手段というのは結構ありますんで、いろいろと申し上げましたけども、ちょっとねここで、ミスター M さんからの動画のタイトルを見せて皆さんと一緒に読んでいきたいんですけども、人生に無駄はないと言いますが、うつ病にかかったことも無駄ではないでしょうかってことですよね。これはねどっちに決めるかなんですよ。うつ病は全く無駄だっていうふうに決めて、その後の人生を構築するのも一つの道ですし、いやこれもなんか意味があるんだろうな、よし今回はこのマイナスがプラスになるように意味付けをしようっていうふうに考えることも一つだと思うんですよ。もうちょっと具体的に言うとですね、うつ病にかかった状態っていうことは多分ね、同じようにうつ病にかかった人たちにものすごく響くわけなんですよ。あ、仲間だって感じでね、で一緒に協力して乗り越えていこうねっていう形でグループを組むとかねこともできますし、今すぐではないかもしれませんけども、うつ病に
対してね、どんな戦い方をしていくのかっていう自分の工夫を発信していったりとか、うつ病から立ち直ったその方法をシェアしていくってことで新しいチャンスが見出せると思うんですよ。そこに意味を込めることができると思うんですよ。でもやっぱり無駄だと自分で決めてしまえば無駄になりますし、無駄でないようにしようと思えば、要するにね、無駄なものを無駄じゃないように使っていくっていう知恵を働かせれば、そっからでもね、拾っていけるものがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあこれはね、うつ病に限らないんですけどね、どんなことでもそうなんですよ。じゃあ私が経営者で今やってます。で、大学出ました。大学出るまで無駄だったのかって言ったら無駄ですよね、これは。はっきり言ってなんだったら中学出てからすぐに経営者になればよかったと思いますよ。経営者になってすぐに1億円2億円稼げば、そもそも競争って何のためにするか、学歴競争、就職競争なんでするかっていうと、より多くのお金を得るためじゃないですか。じゃあ最初からお金があったら競争に参加しなくてもいいですよってことですから、最初からお金があるような人生を送ってもいいですし、私の場合は無理でしたけども、じゃあ自分の子供にね、最初から10億円渡して、お前競争がないんだからお前就職もするなとかね、学校も行くなと、ただ行きたいんだったら好奇心で行けっていうこともできるわけなんですよ。で、そういうふうなことを考えると、まあ、何が無駄で何が無駄じゃないのかなってことはね、やっぱり自分で一つずつ結論出していくしかないのかなと思いますし、まあ、私は子供がいるんで、子供にね聞かれて困るようなことはないように整理していかないといけないなと思うんですよ。なんで学校行くのって聞かれた時に、いやお前が好きだから行くんだろうと、別に就職のためとかなんかそんなこと考えなくていいぞって、お前就職しなくてもいいんだからみたいなね、お前は別に毎日ブラブラ遊んでても一生やっていけるんだから自分の興味があることをやれっていうか、もしくはそこまでの余裕を私が子供に持たせられなかった場合は、お前は投資を先に覚えろと、投資をマスターしたら学校の競争とか巻き込まれないし、嫌な人に頭下げなくてもいいしね、世の中ハッピーだぞっていうのはね、そんなことをお伝えていくこともできますしね。で、まあ投資に限ってはどっかに学びに行くんじゃなくて、父ちゃん教えてやるよってで、そこら辺のサラリーマンの10人ぐらい稼げるようにお前教えてやるから、じゃあその代わり20歳過ぎたら自分で一人でやっていくんだぞみたいなこととかね、なんかいろいろありますよね。まあ無駄はどうなんでしょうかね。私の人生に限ってみれば、私振り返って自分の人生は39歳まで全部無駄だったと思います、私の人生はね。だから40歳からの、要するに相対的なんですよね。40歳から先の人生と私はものすごく充実してるんですよ。それこそね、39歳までの人生のことを1ミリも思い出さないぐらい、40歳からスタートした人生っていうのはまるで見違いましたね。だからそう考えてみると、なんで40歳からなんだよみたいな気がするんですよ。もっと早くこれやっておけばよかった、ああ無駄な時間過ごしたと思うんですよね。まあそういうふうに私自身は振り返って思いますよね。まあ、それぞれね、一人それぞれ何を無駄とするか、何も無駄とないと考えるのかっていうのは、もう本当それぞれなんで何とも言いませんけどね。さあ、じゃあね、その今うつ病にかかってしまったという現実は現実であるわけですよ、ミスター M さん。じゃあそこにどんな意味を持たせるかってことも込みでビジネスを構築してみてはいかがでしょうかということで、今日の返信動画にさせていただきます。長くくどくどとすみませんでした。では失礼します。